ズバリなんですけど、皆さん何センチになりたいですか？で、その中で目標設定をしていなければ身長が低くなる。身長ビヨン、医師学科生整形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長の話は一人チャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日お話しさせていただくのはズバリなんですけど、あなたね、何センチになりたいですかって、こういったようなお話しさせていただきたいと思います。今日はね、科学的な内容というよりはどちらかというと、メンタリティというか、そういった成功論というか、そっちに近いような内容ね、お話しさせていただきたいと思います。ただね、私もたくさん今までカウンセリングをしてきて、すごく重要だということをすごく感じてますので、こういった私の考え方をね、皆さんにお伝えさせていただいて、皆さんのね、身長のバスに役立てていただきたいというふうに思います。ズバリなんですけど、皆さん何センチになりたいですか？で、この質問に今すぐ答えられたか答えられてないかによって、あなたの身長の伸びが変わります。例えばなんですけど、皆さんね、ダイエットされる場合ですけども、ダイエットする場合も何キロになるというふうに決めた人と決めなかった人は当然だけど、結果っていうのは大きく変わってきます。例えばですね、仕事であればですね、例えばね、1日のね、患者さんの数をね、何人まで増やすぞとかですね、YouTube であればね、YouTube のチャンネル登録者に何万人にするぞとか、そういうふうに目標を設定しないとですね、そういった成果っていうのは出ないというのは、どの分野も同じであって、身長もしかりなんですね。身長の場合ですね、自然に伸びるだろうとか、そういうふうに考えている、古い考えの方も多いんだけども、皆さんね、私の動画見ていただいている方とお分かりいただける通り、努力によってかなり変えられる分が多いというところになる。その中で目標設定をしていなければ、その身長は最大限に発揮されることはないでしょうというのは、そういった他の事象ですね、ダイエットだったりだとか、ビジネスだったりとか、いろんな事象ね、から考えてもすぐ分かると。私ね、この言葉は好きですね。無計画はね、失敗を計画するようなものだってことでね、なかなか面白い言葉だなと思うんですけど、これはアチーブメントっていう会社の青木社長の言葉ですね。無計画っていうのは失敗を計画する。つまりは、身長に何センチになりたいかというふうに決めてない人っていうのは、身長が低くなる、そういうふうに言い切ってしまって、もしかしたらいいかもしれない。やはりですね、ここで明確に何センチになりたいかというのを明確に決めていくっていうところが大事で、当然その明確に決めたものに関して言うと、ある程度のスパンの中でそれね、目標をリメイクしていく、そのつどつど変更していくってことは構わないと思うんですけど、ただね、やはりそういったところを決めていくっていうのは大事だということですね。まずここ一つ覚えてくださいということで、まず一つ目、皆さんにお伝えしたいのは、目標の身長を明確にしてくださいということですね。それに加えてなんですけども、さらに目標をどういうふうに設定するかというと、ここもお話しさせてください。目標は私の中で今のところ3段階でお伝えさせていただいてます。3段階目標設定してくださいねってことになります。1つ目が理想と呼ばれる身長ね。1つ目が理想と呼ばれる身長。お父さんの身長とかお母さんの身長とか今の自分の身長とか、いろんなこと全部無視しましょう。無視した時に理想と呼ばれる身長って何センチかな、もしね、ドラゴンボールがね、手に入ってですね、何でも夢が叶うならね、神様が目の前に現れてですね、あなたの夢を叶えてあげると言われたら何というふうに答えますかって、そういったのがいわゆる理想の身長と呼ばれるところですね。なので、もう180センチとか190センチとかね、もう195センチ、もう何でもいいと思います。それが1つ目と。次2番目は現在の身長ね、自分が今クラスの中で低い方なのか高い方なのかとか、そういったのを加味したりだとか、兄弟の身長だったりだとか、お父さんお母さん、ね、おじいちゃんおばあちゃんの身長を顧みた時に、現状これぐらいだったら目指せるでしょうってところね、そういったところの身長が何センチなのかってところで、次は慣れたらいいなっていう身長ですね。1番目が理想の身長、次が慣れたらいいなという身長ですね。これが2番目。そして3番目が何としてでも何が何でもなりたい身長で、これが重要になってきます。3番目は自分の今の身長だったりだとか、お父さんの身長お母さんの身長とか、全部いろいろとかなり現実的にいろいろ考えていってください。で、その中でなりたいというよりも最低限これだけはクリアしたい、そういう風な身長が何が何でもっていうところですね。なので、この3つを設定してください。で、もう一回お伝えします。1つ目は理想と呼ばれる身長、次が慣れたらいいなという身長、そして3番目が何が何でもなりたい身長で、この3つの中で実は重要なのは何が何でもなりたい身長です。当たり前かもしれないけども、すごく重要なんですね。大学受験でもですね、なんとなく入れたらいいなとかですね、なんとなくね、ハーバードに入れたらいいなとか、東京大学に入れたらいいなとかね、そういう風になんとなくね、浮ついた気持ちというかですね、そういったようなですね、夢物語で描いてるうちはですね、みんな受かんないんだよね、当たり前だけどね。何が何でも最低ランクでも受かりたいと思ってる学校にしか受かんないんだよね。それはね、お父さんお母さんであれば当然経験あると思うし、お子様もね、こう動画見ている方でも今までいろんな経験の中でおそらくそういった経験はたくさんあると思う。テストの点数ですね、最低ラインこの点数は取りたいと思った点数くらいしか取れないんだよね。なんとなく100点取れたらいいなとかね、90点取れたらいいなみたいな、そういった気持ちだとね、絶対取れないんですよね。最低何が何でも85点取るというふうに決めて初めて85点、もしくはね、83点ぐらいが取れるんだよね。人間ってそういう仕組みというか、そういったものがあるんだけど、だから3つ設定していただくんだけども、その中でも何が何でもなりたい身長っていうのを大事にしてください。で、その中ですごく重要なポイント、これは特にお父さんお母さんに向けてのメッセージになるんだけども、何が何でもさせたい身長ね、子供であれば何が何でもなりたい身長、そういった何が何でもさせたい身長に、なぜそういう風な身長になりたいのか、させてあげたいのかってことですね。こういったところを明確にすることも大事ですよ。でしかもなんですけども、こういった目標に関して言うと、ご両親がしっかりと明確に、それを決めていく必要があるというふうに考えています。まあ、子供ってですね、将来どういった身長が社会で役目をするかっていうのはやっぱりイメージ湧いてるようで湧いてないです。確実に湧いてないです。私今までいっぱいカウンセリングしてそう思いましたので、そういった意味でやっぱお父さんお母さんがしっかりとそういったところを明確にしてあげるってことを大事にしてますので、お父さんお母さんぜひね参考にされてください。その中でもなんですけど、過去の経験上なんですけど、まあ、大体、まあ、8割ぐらいかな、8割ぐらいは、お母さんがそういった最終身長に対して、明確な基準を持つことが非常に重要だというふうに考えています。受験でも何でもそうなんですけど、やっぱりねお母さんがリードする、でそういった家庭が成績がいいことが多いと思うんですけど、まあ、身長においても私そうだなというふうに思ってます。もちろんね熱心なお父さんがいらっしゃる家庭であればそれはそれで素晴らしいことなんだけども、まあ、多くの場合はお母さんがやっぱりリードしてあげるってところで、お母さんねあなた方が主役ですよってことですね。お母さんが自分の子供にね何センチになってほしいのか、その中でも何が何でもさせたい身長、何センチなのか、その中でそしてどうしてそういった身長をさせてあげたいのか、そういったところをお母さんがしっかりと考えるというところがすごく重要になりますので、まあ、そういった目標設定ぜひしていただいて夢をね叶えていただければと思います。で最後に少しまとめたいと思います。目標3つ立ててください。理想と呼ばれる身長、慣れたらいいなという身長、そして最後は何が何でもさせたい身長ということで、3番目は、ね、何が何でもさせたい身長ね、これが最も重要な身長の目標になってきます。ということでですね、まあね今日ね、まあ、そんな感じでお話しさせていただきましたがですね、皆様ねぜひねなりたい身長ですね、3つですね、理想と呼ばれる身長、慣れたらいいなっていう身長、何が何でもさせたい身長ね、こういったところの身長でぜひコメントの方に記載をお願いします。それではまた、バイバイ。身長ビヨーン。